それじゃあ今度は森林が育たない気候乾燥帯と寒帯っていうのを一気に見ていきたいと思いますどっちからいこうかなちょっとやっぱり寒いの苦手なのでまずは乾燥帯から行ってみましょうそれじゃあ乾燥帯はどこら辺に分布しているかっていうとこの黄色の地域やねこの黄色の地域って世界地図で見るとどんな色になっているかちょっと振り返ってみるとここら辺やね砂漠です やっぱり乾燥しているので砂漠が広がる気候になってきますただし例えばこれも乾燥帯になっているわけですこれは砂漠の地域もあるけどちょっと草が生えているような地域もありそうやねこの植物の育ち方によってこの乾燥帯っていうのは2つに分けることができるんですちょっと写真で見てみようかいつも通おり乾燥帯の2つの気候ですまず1つは こんな感じです。こっちらは全然植物育っていなさそうやけどここはちょっと見えにくいかもしれんけど短い草が生えてんのわかるかなこの短い草原短い草の草原をステップというので乾燥帯はこのステップ気候とそして全くと言っていいほど植物が育たないこの砂漠気候に分けられますよと。 それじゃこの同じ乾燥帯でもステップ気候と砂漠気候で違いが出るのは何かっていうとこれはやっぱりどっちも暑いので雨の違いやねステップ気候にはサバナ気候と同じように雨季と乾季があるんです乾季は砂漠気候と同じようにほとんど雨は降らへんねんけど乾燥になっちゃったこの雨季に少し雨が降るんやね その少しの雨で育ったのがこの短い草の草原ステップになるんですで砂漠気候っていうの雨も雨気も乾気もなくずっと乾燥している雨が降らないのでこういう砂がずっと続く砂漠気候になりますよとただしちょっと覚えておいてほしい言葉としてオアシスというのがありますオアシスって聞いたことあるかな これは何かって言うとま砂漠の中でもま川の近くとかにねたまに地下から湧き水が出ているとこがあるねそこには植物が育って動物も集まるような環境ができているとこがありますこのよういうのをオアシスというわけですこのステップ気候と砂漠気候っていうのが大きく乾燥帯に分類されますそしたらもう続けていっちゃいましょう艦隊というやつです艦隊はまこの紫の地域やね もうほとんど日本の極に近い北極南極の周辺にだけ見られる気候ですただしこの寒帯も全部氷かっていうとそうじゃない部分もある植物が少しだけ見られる部分もあるよねなので寒帯も大きく2つに分けることができるんですまず1つ目は寒帯の中でも苔みたいなが育っているの分かるかなこの写真じゃちょっと分からんよね普通の植物は育つことができないんやけど こういう苔植物っていうのはこういう厳しい関係環境の中でも育つことができるんですそしてこの苔植物が広がる草原のことをツンドラと言いますなのでこれはツンドラ気候と呼ばれますよとツンドラ気候ですそしてこっちのもうこんなところは全く植物が育たなよね全て氷の世界ですこれは氷雪気候と呼ばれます 氷と雪の世界ね、そのまんまですでここでもさっきのオアシスみたいに一つ覚えておいてほしい言葉がありますそれはこのツンドラ気候のこの下の土の部分ここはどうなっているかやねここには永久凍土と呼ばれる土があるんです永久凍土まその漢字を見たらわかると思うけど永久っていうのは ずっと長いこと永遠にということでね糖度凍っている土ですこのツンドラ気候に見られる土詞っていうのは完全に夏の間も凍りきってしまってるよねそういう土のことを永久凍度と言いますなのでツンドラ気候ではこの永久凍度がバーと地下に続いてるんやけどその上にコケ植物が生えていてツンドラと呼ばれる草原が広がっていますよと艦隊はこのツンドラ気候と氷雪気候に分けることができます これで5つの気候帯全部見ていくことができましたいろんなのがあったんやね温帯から始まって冷帯熱帯乾燥帯そして寒帯と見ていったんやけど実は今さらって思うかもしれんけどこの5つ以外の気候の特徴を持つ地域があるんですえそんなんどこにもないやんって思うかもしれませんけどこれはまあ特殊な気候やね高山帯と呼ばれる気候があります 最後にここだけちょっと話しておきましょう。高山帯と呼ばれる気候があります。例えば日本は温帯に分類されるんやけど、富士山が温帯の気候かっていうとそうじゃないやね。さらにそれがエベレストとかものすごい世界でもトップクラスの山になると全然気候っていうのは変わってきます。 こういう高度が高い山の上の方の気候っていうのを鉱山帯としてまとめることもできるんですどういう特徴があるかっていうとまず気温は低いね山の上から気温は低いし気圧も低い山の上なので風も強いし雨もたくさん降りますこういうふうに鉱山帯としてある一部分の地域の気候を見てあげることもできるんですこの気候区分はただ単純に言葉だけを覚えていくとめちゃくちゃ大変です しっかりその地域の分布となんでそういう気候を持つようになるのかそれをセットで理解して覚えるようにしてください。